うわ、危ねえ。というわけでお試しでやってみます。未知のインプレッションというか、解説動画です。伸びずに単発で終わるのか、全国各地の斬新な紹介動画になるのか、再生回数と、コメ欄の反響にかかっているわけですが、初回は諏訪湖、左回りです。早速、一番左下の交差点から始めて参りましょう。しばらくは左側に湖を望む、道路幅の広い区間です。深夜に来ちゃったのではっきり見えないですが、昼間に来れば、青色の湖や、緑色の山が見晴らせますよ。路面の見た目自体は綺麗だけど、たまーに段差というか、大きく上下に揺さぶられるポイントがあるのが要注意ですね。道も普通にカーブしていますので、景色に夢中になっていたら、対向車のバイク乗りの方を、殺すことになります。脇見しながら景色を眼見したい方は、自転車に乗り換えることをお勧めいたします。記憶が正しければ、ここら辺にガレージハウスの賃貸物件があるそうなのですが、そこに入居できた方、無条件に人生勝ち組だよね。家で仕事ができて、愛車がロードスターだったら、日本どころか、全世界の車好きからの羨望を浴びることになるぜ。何より東にちょっとだけ行けば、そこにはヴィーナスラインがありますからね。セカンドカー的な立ち位置で、バイクを持つのもいいよな。小沿いをゆったり走っても、深夜の山道を攻めに行っても、どっちも楽しめる最高のロケーション。4秒だけフライングしました。これくらい許してくれメンス。ちょうど工事をやってますが、ここに来る途中、電光掲示板にて、一宮の工事渋滞が、5キロ55分って書いてあったんですよね。はぁ？記憶が正しければ、ちょうどこれくらいの時期から、車線を片方封鎖しての、大規模メンテナンスをやってるんだっけ。トイレにポスター貼ってあったな。出発前の渋滞確認、おろそかになってきた頃に限って、確認不足による大渋滞にはまるよな。仏の顔も渋滞まじしねていき、早い車が来たらすぐ譲ろうと考えつつ、そよ風を感じながらゆったり走り、北東の端まで来ました。諏訪湖の東海岸は、一番都会っぽいというか、宿やら鉄道の駅やら、いろいろと集まっている印象。私が以前、下道主体で東京名古屋間を走った際も、この辺りの公園に寄りました。深夜だから見えづらいのですが、左側が緑地化されていて、右側は宿場町の雰囲気があります。乗ろうと思ってきたけど結局やめた遊覧船や、物理的に行く手段がない離れ小島神社や、間欠泉の機械が壊れている間欠泉センターなどがあります。なんだそれ。まあ泊まりで諏訪湖に来る際は、70% くらいの確率で、この付近の宿になるかと思います。深夜に湖でも見るかと宿を出て、意外に長い距離歩かされて、その割に地味な景色をどうぞ楽しんでください。深夜帯になると特に寒いですので、パン一で館内着を羽織って、クロックスで来ると後悔すると思います。少し進むと左側に駐車場が出てきます。フラット来て無料で止められるので、大変便利がいいですね。しかも、割と何回も出てくるので、入り逃して急ブレーキを踏むという、追い越し車線封鎖マニューバの暴発を防げます。そりゃ同じ層がやる運転だろうけど。ちょっと進むとまた景色が変わります。そろそろ左折だと思いつつ、なかなか交差点が来ないもどかしさを味わってください。この辺りで塵のように細長い形をしてた公園が終わり、また湖が見えるようになります。海の向こう側の景色は、比較的地味ですが、淡いオレンジ色と、並木が織りなす道路の景色で、エモい気分を補ってください。変な日本語を使うな。さっきからダラダラな道路でしたが、ここら辺で急にカーブが出てきます。人を引き殺す側から、一気に事故る側になります。ここら辺の右側に、パトカーが止まっているのですが、多分駐車場として止められてるだけですが、そうやって油断してると捕まるかもしれないですね。ここから先、湖沿いにはしばらくコンビニがありませんが、駐車場と自販機とトイレが揃った休憩スポットは、生涯に全部寄ることはないレベルにあります。寄りたければ寄っていけばいいんじゃないでしょうか。なぜに謎の上から目線。さて右上に参りまして、信号機も何もないところで左折していきます。雑な運転をしていると、対向車線にはみ出しそうなカーブです。しばらくは左に湖、白点線の道を挟んで住宅。そんな地形が続きます。相変わらず見通しはいいですが、こういう道というのは、スピードを出す系の場所ではありません。微妙に湖は見えない感じだけど、小沿いを走っているという事実だけで満足して、空虚な幸せを味わいましょう。何その、
空気が美味しいっていうワード嫌ってそうな人間が考えた文章。動物の年齢を人間に換算すると〇〇歳っていうのも嫌いな人がいるみたいですね。キムタクも福山雅治も誰かから嫌われてるんだと考えれば、人の悩み事って一つ消滅するんだぜ。浸透焼却すれば、火もまた燃やし。いや燃やしてるだけじゃねえか。大豆の種を水につければ、数日でたちまち燃やし。もはやただの家庭菜園ではろた。ここら辺から暗くなってきて、人によっては孤独感を感じるかもしれませんが、ここに来るまでの道は、実際孤独です。瓶に大量の虫を詰めて、最後に生き残った一匹から作られるのが孤独です。言うと思ったわ。こんな時間にドライブしてて思うんだけど、こんな時間にドライブしてる人って、何考えてるんですかね？自分のことを棚に上げて、EV モードで平均燃費を上げて、携帯テレビ入りポテチを棚の奥に隠して、唐突にデスノート始まってるぞい。ここで一時停止です。私は左に行きます。干潟を破壊して埋め立てまくった東京とは打って変わり、諏訪湖の湖沿いは、とりあえず公園になっていますね。そういえば私は、伸びたからという理由で交通事故系の動画を作り続けましたが、先行者利益というワードで、辞書に載れるレベルのクソですわ。ここ12日ほど、事故動画作りを完全にサボっていたのですが、夏休み生活だったのですが、なんか人生に張り合いがないんですよね。元がクソ人間なんだから、まともになろうとせずに、クソ動画を量産してればいいのか？一周回ってみてくださる視聴者さんに失礼だぞ。ほら、道なる道の紹介をしろ。大丈夫大丈夫。この車はプリウスミサイルだけど、私が乗ってるうちは平気平気。区画分けの都合なのか、やけに道が直角にカーブしていますが、車の横幅が狭ければ、アウトインアウトできますね。ここら辺で、こっちで合ってるのかよと思うと思いますが、撮影中の私もそう思っています。ダメじゃねえか。1.5 年前くらいに逆回りで通ったと思うのですが、その時は確か、こっちから繋がってたんですよね。また道が直角に右カーブします。カーブの先から来る車には注意。フロントガラスの中の視野でしか、運転しない人が来たら、絶対事故るよな。カメラ変更ができない中途半端にリアルなレーシングゲームの、運転席視点みたいに。ここら辺で皆さんの意識は、湖そのものより、整理整頓ができてない人みたいな、ごちゃごちゃした道に引っ張られていることでしょう。ですが安心しないでください。ここでセンターラインが現れて、道路がくっそ狭くなります。横幅1760ミリでもあんまり余裕がないです。フルサイズの車の方は、藤原匠のように、左の側溝をショートカットしましょう。対向車にフルサイズが来ると、道路幅の 70% くらいを占拠してくるので、理不尽な思いを味わいましょう。変なカーブももうそろそろ終わりです。この S 字カーブが最後かな。見ていてわかる通り、諏訪湖一周とは言っても、ところどころ窮屈なんですよね。さっき私が左折したところ、あそこを直進した先の道と、この先で合流するんですよ。北海岸へは、無理に来なくていいかもしれません。さてと、自転車の動画の撮影で、ちょっとここに寄っていきます。はい出ていきますよ。この先の岡谷湖畔公園、私のお気に入りスポットです。ちょうど雨が降ってきましたね。道は石畳になり、唐突に中央分離帯が出てきます。湾岸ミッドナイトのアーケードゲームで、C1 の霊のあれにぶち当たる、男の子の気持ちで通りましょう。私は普通に抜けてますが、ここ意外と横幅が狭いので、大きい車だと危ないかもしれませんね。ここを越えると北西の角なのですが、危なくて面倒なスポットが集まっております。まずここの左折、全然見えないんですわ。一時停止ではないのですが、何秒止まり続けたところで、見えないものは見えないです。地形的にも窮屈ですが、ルームミラーと、なんかうまいことやって、事故らない程度に出ましょう。そのなんかうまいこと領域の能力を鍛えれば、なんやかんや事故らないようになります。何言ってるのか一つもわからない。さてこの信号機で左折ですが、かなり狭いんですよね。信号待ちの車もいないので適当に行きましたが、左リアタイヤの位置を考えて、丁寧に曲がっていかないと、詰む可能性があります。この区間、昼間は普通に信号待ちの車列ができるからな。というわけで、最後の直線区間にやってまいりました。何キロだったか、そこそこな時間、穏やかな直線が続きます。西側の湖畔にも、いくつか駐車場と、トイレ付きの公園があるんですよね。実は私、一度も寄ったことがないのですが、基本的にいつ来ても、駐車場があるというのはありがたいです。歩道橋をくぐります。子供の頃通学路にあれば通っていたけれど、大人になってからは、注意しながら車道を渡るようになってしまった。記憶が正しければここら辺に学校があって、通学路になっているんですよね。今深夜だから歩行者もいないけど、さあ始まったぞ。迫り来る後ろの大型トラックから、
法定速度何キロオーバーで逃げるかのチキンレースが。もう少し進むと山の中腹に並ぶオレンジの光。中央道の諏訪湖サービスエリアですね。東京から帰ってくるとき、インターチェンジ配置的に、諏訪湖を楽しみたいなら諏訪湖サービスエリアの景色は楽しめないし、諏訪湖 SA の景色を楽しんだ後に、諏訪湖も楽しみに行こうとしたら、岡谷インターまでの遠回りを強いられる。こういう時こそスマートインターの出番だが、立地的に多分無理だな。そんなところで、道、のインプレッションでした。高速道路からかっ飛ばしてくる道中も、動画自体は撮ってあるのですが、伸びないかな。新しいことを続けていきたいんだけど、次はどうしようか。ロードスター借りて、豊田市の山奥の、ダム沿いの道に行くか。それありだな。ちょうど再評価したいところだったし。というわけで、どうせ再生回数に期待できないですが、お試しで一本作ってみました。感想をお聞かせいただけると幸いです。では、スタート地点にもなっていた南西の交差点に着いたところで終了です。良い旅を。